ムクウェゲ。アフリカ・コンゴ東部ではこれまで40万人以上の女性が性暴力の被害に遭っています。その背景には武装勢力がスマホなどに使われる鉱物資源を支配するためという事実があります。日本人にも無関係とは言えないこの悲劇から女性を救うため戦い続けるノーベル賞医師ムクウェゲ。日本人記者が現地に出向いて密着取材。また作品の語りは女優の常盤貴子さんが務めています。私たちが生きるこの同じ世界でコンゴで起きていること、あなたには知ってほしい。ムクウェゲ、女性にとって世界最悪の場所で戦う医師。ご覧いただきました、ムクウェゲ、女性にとって世界最悪の場所で戦う医師の立山芽衣子監督です。監督よろしくお願いします。よろしくお願いします。立山監督は1997年 TBS に入社、これまでにアフリカのリアルな現状を数々と発信。今回上映されますムクウェゲでは第21回石橋湛さん記念早稲田ジャーナリズム大賞を受賞されました。では監督にお話を伺いたいと思います。立山監督、私がニュース23の時から一緒に仕事をしておりまして、はい、本当に精力的に取材をされていて、はい、ありがとうございます。どういうまずきっかけで取材をしようと思われたんですか？ご紹介にあったようにアフリカの取材を興味を持って続けていたんですが、うん、正直言ってムクウェゲさんのこと、またコンゴ民主共和国については私は全然知らなくてですね。で、2016年にムクウェゲ医師が来日するということになって、そこで初めてムクウェゲさんのことを知り、取材をし、その先生の活動を、まあ、知るにつれて、まあ、これはもっと日本の皆さんに伝えなければいけないと、うん、特に日本とのつながりについて知ってもらいたいという気持ちから取材を始めました。うん、でそれで現地にも取材に行かれて、やっぱりハッとさせられるようなこと数多くありましたか？そうですね、もちろんその東京でその先生の話を聞くだけでも、うん、非常に心揺さぶられる事実ではあるんですが、やっぱり現地に行って実際にその女性たちの話を聞くと、それはやっぱり一人一人にまたそれぞれの違うストーリーがあって、やはり一つ一つがやっぱり大事な人生なんだなっていうことも感じましたし、どうしても被害の話ばっかりにね、私たちは興味がとか関心がいってしまうんですが、実はその現地に行ってすごく感じたのは、その女性たちと先生がお互いにこう助け合って生きている、女性同士が助け合って生きているっていう、そのなんか関係性みたいなものが非常に私は印象深くて、今回の映画でもそこがとても描きたいなと思ったところです。そこはやっぱり現地に行って取材をしないと分からなかった部分でもありますね。そうですね、非常にそう思います。では改めてどこに注目してみてもらいたいかお願いします。はい、ですね、やはりこの問題はですね、その日本と関係ないとか遠いとか、自分に関係ないよってことではなくて、やっぱり自分たちとつながっている問題だということ、またですね、その自分たちが生きるこの同じ今の世界でこういうことが起きてるんだってことを、ぜひ知ってほしいなと思います。またですね、その自分たち その快適な暮らしが一体何によって支えられているのかということについて、やっぱり知って考えて行動するということにこの映画がつながっていけばいいなと思っていますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。立山監督ありがとうございました。イコのことが、イコが無事かと思ってたじゃないかと思うと、あの時さえなければ。下がってください、危ないですから下がって。中村吉郎代議士を乗せた車がちょうど今東京拘置所の中に消えていきます。あなたが関係してないの知ってるんだと。あの時があったから。もう諦めた。それ自分が発信したいことを発信できるのは自分だし、諦めは希望に変わり、6号が来ていた、新たな挑戦が生まれる。ももクロやってなかったら多分本当になんか
人生終わってたなって思います。その困難に出口はあるのか。戦ったその先にどんな未来が待っているのだろう。あそこで見えるかなりの数ですね。あれ多分今まで見た中で魂を震わす珠玉のドキュメンタリー11作品を一挙公開。嘘のない自民党を作らんよ。鳥取から新しい日本を作らんよ。あなたは外国人のお友達がいますか。います。もし戦争になったらその人と戦うことはできますか。できません。てかあなたは誰ですか。テレビも SNS も超えて映画で伝えたいことがある TBS ドキュメンタリー映画祭。